つんだー。どうも、よかつ天文チャンネルです。秘宝妖怪メダランドサービス終了おまやー。ということでですね、ちょっとショッキングなニュースが入ってまいりました。こちらですね、妖怪ウォッチおもちゃウェブにね、重要なお知らせいうことで、お知らせあったわけですよね。なんかメール通知とかもね、来てたと思うんですけど、こちら皆さんおなじみ妖怪メダランドサービス終了となっております。このおもちゃウェブはまだあるんかもしれないですけど、これ見てるの妖怪ウォッチおもちゃウェブね。妖怪メダランドのサービス終了を言うてるのがこちらですね。去年復活したんかな、だから数年ぶりに妖怪メダランド復活みたいな。まあ、妖怪ウォッチ10周年ということで、2013年から妖怪ウォッチスタートし、2023年に10周年迎えますということで、いろんなおもちゃが発売されたり、そして妖怪メダランドが復活ということでですね、結構お祭りだったわけなんですよね。で、こちらが新しい妖怪メダランドだったんですけども、こちらサービス終了いたしますということで、このメダランドがなくなることも辛いんですけれども、なんか寂しいなという感じするんですけども、これはなんかその妖怪ウォッチのその妖怪メダルの発売がもう終了っていうことなんちゃうみたいな。つんだー。ちょっとこれね、ショックかなと思うんですよね。そういうことじゃないの結局。妖怪メダルとかが、そのおもちゃが今後、もうほとんど発売されないもんで、妖怪メダランドはもう終わります、みたいなね。そういうことなんかなとか思ったりするんだよね。やっぱり春は、別れと出会いの季節いうことなんでしょうか。ちょっとね、こちら詳しく見ていきたいと思いますね。またキャンペーンがですね、1週間後にね、始まるみたいでございます。こちら内容を見ていくとですね、7月の31日、だから夏休み始まるぐらいの時かな、その13時をもって、妖怪メダランドのサービス終了。で、キャンペーンの応募がなんかいろいろあるみたいでございまして、3月の12日、火曜日朝10時頃から4月30日まで妖怪メダランドありがとうキャンペーンっていうのが開催されます。こちらちょっと詳しくご紹介したいと思います。これね、妖怪メダランドはみたいなのを説明じゃーっと見ていくと、下の方にキャンペーンのね、詳細が実は載っております。こちらじゃじゃん。妖怪メダランドありがとうキャンペーンと、妖怪ウォッチ10周年に合わせスタートした妖怪メダランドのラストキャンペーン実施しますみたいな。最初、ブシニャンがキャンペーン1弾だったんよ。で、2弾がイケメン犬、3弾がシュラコマーいうことで、そう、キャンペーンあったんですけども、これを、プレゼントします、みたいな、そのラストキャンペーン。まだ入手してない人は、この機に入手しちゃって、みたいな、そのキャンペーンみたい。で、これまでの感謝の気持ち込めて、第1弾、第3弾のキャンペーン景品のレジェンドメダルプレゼント、3つの中から、欲しいメダルを選んで応募し、特別なメダルゲートしましょう、いうことだよね。で、最大900名様に抽選で当たる、いうことなので、300、300、300かな、みたいな。ブシニャン300名、イケメン犬300名、シュラコマ300名が当たるということかなと思うんですよね。これすでに3つとも僕持ってるんだけど、応募するーって。ポイントがね、もう失効というかなくなっちゃうわけやから、ある分使っときたいよね。で、応募期間こちら3月12日から4月30日ということで、まあ、1ヶ月半ぐらいね、キャンペーン最後ございますと。で、一応ね、こちら、妖怪メダランドありがとうキャンペーンということで、これ応募のね、場所が3つございますわ。まだ入手してない方は、このタイミングでゲットしちゃってください。これ昔のさ、その、レジェンドメダルとイラストほとんど同じなんだけれども、妖怪 S メダル。これはね、妖怪ウォッチの音符がね、放送されたタイミングで出てきたやつなんだよね。S の S は一体何なの？スペシャルの S なの？とかね、まあいろいろ考察はございますけども、メダルのね、右上のところを見ていただくとね、こう S の文字が、あるわけなんですよね。で、ちゃんとイケメン犬のね、音声も聞けたかなと思います。で、まだね、詳細が分かってないのよ。その、キャンペーンに必要なポイント何ポイントなみたいなことも、まだ分かってないんだけれども、例えば、シュラコマさんの時は、必要ポイントが3000ポイントとか、これ3000ポイントで、
1回応募とかなんだよね。で、当選枚数1000枚とかそんな感じだったわけよね。で、今回はポイント何ポイント何みたいな、そう、結構ポイント必要になってくるのかなみたいな。ちなみに僕の今のポイント発表したいと思います。こちら、じゃじゃん。10万6200ポイントでございます。でさ、ここ最近なんかその、妖怪 S メダルとか発売されてないのよ。そう、だから、これ以上貯めようなくねみたいな。このね、10万ポイントで勝負に出るしかないのかなと、そう、僕はね、思ってるさ。いや、4000ポイント、5000ポイントとかだとした場合、20回は応募できる。で、話戻りまして、今後のスケジュールね。ログイン妖怪メダル登録による新たなポイント付与。これもね、4月30日まで。一応なんかログインするだけでも、なんかポイントって登録ってか付与されていくんよ。だから今ポイントが全然ないという方も、そのキャンペーンの期間終わるまで、毎日ログインしたら、妖怪メダランドにこうログインすれば、ちゃんとね、ポイント溜まっていくかなと思います。で、4月30日をもって、ポイントサービス終了。で、妖怪内視点の閲覧が、7月31日までとなっております。で、8月1日以降、妖怪大辞典は情報の一部を妖怪メダル一覧としておもちゃウェブで公開予定。だから、おもちゃウェブはまだね、継続してくださるのかなと思います。そっか、妖怪メダランド自体がやっぱその妖怪ウォッチ10周年を記念して作られたサイトだったんかなみたいな。やっぱ運営するのもお金かかる、コストがね、かかると思うんで、その10周年記念で作った妖怪メタランドは一旦閉鎖しますみたいな、そんな感じかもしれないね。だということは、妖怪ウォッチのおもちゃが今後発売されないみたいな、そんな悲観的にならんでいいんかもしれないね。で、よくある質問、妖怪メタランドで貯めたポイントはもう使えないんですか。3月より開始します妖怪メダランドありがとうキャンペーンを持って、妖怪メダランドで実施するキャンペーンは終了ですよ。で、大会したい場合どうしたらいいですか。大会ページから手続きしてくださいということでございます。株式会社バンダイさん。まあ、そうなんですよね。妖怪ウォッチ系のね、コンテンツがどんどんね、ちょっとこう終わり傾向にある。まあ、プニプニとかはね、ずっと継続して続いてあったりとかもするし、まあ、レベル5さん、いろんなコンテンツやってますから、稲妻イレブンだったり、新しいこのデカポリスだったり、ファンタジーライフアイだったり、メガトン級武蔵、レイトン教授とか、いろいろね、コンテンツ作ってはるんで、そう、妖怪ウォッチがちょっと今ね、下降傾向にある右肩下がりみたいなね、感じには思いますよね。だってもうアニメも去年の春頃終わり、で、ゲームもほとんど発売されてないよね、ずっとね。で、おもちゃも去年の夏ぐらいから全然発売されていないということで、妖怪ウォッチファンはね、もどかしい思いかなと思うんですわ。で、ちょっとね、今後の期待としては、4月、レベル5ビジョン2024で発表される新作タイトル、ゴーストクラフト。これがちょっと妖怪ウォッチっぽい感じで、かなりね、妖怪ウォッチファンとしては、期待値ね、だいぶ高いんで、それちょっと待ち遠しいよね。ちなみにですね、ゴーストクラフトの商標に関しては、10月2日にね、出願されまして、今まだ審査待ちのね、状態でございます。これがなんか、3月か4月頃には登録されるんじゃなかろうか、みたいなね、そんな期待もございますけども。他にもなんか、レベル5さん、稲妻ポストとかも、商標出願中ということですね。はい、ということでですね、まあ、まとめますと、妖怪ウォッチおもちゃウェブは継続してありそう。で、妖怪メダランドはちょっと10周年記念で、まあ、新設したものなんだけども、まあ、1年で一旦閉鎖します。と。で、キャンペーンもあるんで、レジェンドメダルまだゲットしてない方は、そのキャンペーン中にゲットしましょう。欲しいメダルね、3つありますんで。そして新作タイトルも楽しみやな、という、そんな感じでございます。またね、続報などございましたら、てかまたキャンペーン応募した際はね、動画アップしようかなと思います。ほい、ということで、以上今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。